まず最初にご紹介するお店は大ちゃんラーメンさんです。味噌系のメニューが豊富で、その中から人気ナンバーワンのネギ味噌ラーメンと餃子とライスを注文したんだ。とにかく味噌ラーメンが大好きな私は、寒い冬になると味噌を食べたくて食べたくて仕方がないんだ。とっても具沢山なこのネギ味噌ラーメンは、チャーシューにわかめ、ネギがもっこり入っている。カエルの女房からわかめのお裾分けしてもらって、わかめが大量だ。味玉まで追加された。大好きな具材ばかりが入ったラーメンはテンションが上がる。餃子とライスを食べながらラーメンを食べるのが好きだ。チャーシューをライスにバウンドさせてから食べるのも得意なんだ。すぐさまスープで流し込む、たまんねえな。いつも通りスープまでしっかりといただく。これがアマガエル流と言いたいところだが、もう50前のおっさんだ。いつこれをやめるか考え中である。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。ステッカーもすぐに貼っていただきました。嬉しかったな。すごくいい人たちで、気持ちよく食事が楽しめました。また行きます。食用アマガエル。次にご紹介するお店は中華そば一品さんだ。お蕎麦屋さんのような佇まい。昔からある歴史のあるお店のようだ。中華そばを選んだ。黒い餃子も気になるところだ。とろろ昆布をトッピングしてみた。中華そば一本で勝負しているお店のようだ。塩ラーメンもあるのか。この日は朝早くから朝ラーを食べに秋田市まで行ってきた。その帰りに寄らせていただいた。中年夫婦に1日2杯のラーメンはなかなかきついものだ。ラーメン YouTuber も楽ではない。すごくあっさりとした中華そばが着丼したぞ。1日2杯目のラーメンにはもってこいのあっさり系だ。毎日にでも食べられそうな一杯だ。具材もシンプルで懐かしい感じ。トッピングしたとろろ昆布もいい感じだ。梅そだごと。地元ではすごく人気のあるお店だと聞く。麺は腸がつく極細麺だ。喉越しもたまらない。スル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 と胃袋の中に収まっていくではありませんか。黒い餃子は漆黒の餃子だった。ピリ辛なお味でした。今日も心もお腹もすっかりと満たされました。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。食用アマガエル。次にご紹介するお店はラーメンショップ味急共和店だ。ここは大仙市でも限りなく秋田市に近い共和というところにあるお店だ。お昼にここの前を通るといつも車でいっぱいだ。黄色いメニュープレートがいい感じだ。すごくメニューが多くて驚いた。肉野菜炒め定食が人気があるようだ。味噌肉野菜と野菜ラーメンにした西日がラーメンを引き立てる。なんてうまそうなラーメンなんだ。すり鉢に入ったラーメンが昔懐かしさを感じさせる。こんな昭和な感じのラーメンを提供してくれるお店がすっかり少なくなってしまった。すごく寂しさを感じる今日この頃である。それにしてもうまい味噌ラーメンだ。野菜たっぷりでチャーシューが柔らかいし、やみつきになる一杯だ。キムチ餃子も珍しいですよね。皮も赤くなっているのか。なるほどなるほど、本当にキムチ味だ。これならばつまみっこにもなるな。いつもだけどほとんど自分が食べるんだよな。50前のおっさんが高校生の胃袋とか言って調子こいているんだ。ごとこいてると言ってもいいだろう。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。店主さんも応援していると言ってくれた。おかげさまです。食用アマガエル。次にご紹介するお店は大曲市内にあるラーメン原八さんだ。高校生に人気のお店ってことで、この時も地元の高校生がたくさん来ていた。
ここのお店を紹介してくれたのもここの常連の高校生からなんだ。お店の人にチャンネルの紹介もしてくれて本当にありがたかったな。豚骨魚介を使ったラーメンがおすすめのようだ。ママさんおすすめの中華そばにした。カエルの女房は店主おすすめの豚骨魚介のラーメンにしたんだ。きたきた、これがママさんおすすめの中華そばだ。具材はシンプル、昭和を感じさせる見た目だがお味はしっかりと今風だ。さすが高校生に人気があるだけある。箸が止まらない。見た目もお味も最高の一杯だったのを覚えている。ぜひ近々再訪したいと思っているので、原八さんよろしくお願いします。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。今だから言えるが、ここのご主人おっかない人だと思っていたんだ。話してみるとめちゃめちゃ優しい人だった。また会いたいな。食用アーマガエル。次にご紹介するお店は大仙市神宮寺にある味噌麺屋ムニさんだ。味噌の専門店ということで、この日は3度目の正直でやっとお店に入ることができた。当チャンネルの視聴者さんがここの店主さんの後輩ということでご紹介いただきました。視聴者さんからのお店の紹介はいつも本当にありがたいです。私が注文したのは赤池地獄の3丁目です。初心者はこのくらいから始めた方がいいらしい。10丁目はなかなか素人が食べられるような辛さではないらしい。一口目はさほど辛さも感じず、うめえなって感じだったんだけど、その後じわじわと辛さが口の中で暴れ始めたんだ。3丁目でこんなに辛いのか、それ以上食べられる人ってどんな口をしているんだろう。そういえばうちの視聴者さんがここの6丁目を完食したと報告があったな。熊五郎さん、アマガエルはあなたに負けました。ここに乾杯を宣言します。参りました。あと岩手の YouTuber さんがいるんだけど、彼もここの10丁目を完食していたな。どんびゃくしょうさんだ。それにしてもよく梅雨まで飲んだな。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。いやーマジでカレッケな。よいでねっけ。食用アマガエル。次にご紹介するお店は大曲市内にある、その名も大曲ラーメンだ。お昼のみの営業なんだけど、お昼はいつも混んでいる。大曲ではかなりの人気店だろう。南蛮系のラーメンが人気のようだ。辛さも選べるようでネギも入れた方が良さそうだ。こうなったらネギ味噌チャーシューしかないだろう。これはうまそうだ。辛さも追加してみた。ここのチャーシューは柔らかくてうまいと評判なんだ。ほろほろのチャーシュー、これは絶対に食べた方がいい。ぜひともチャーシュー麺で食べてみたい。ネギが名物と言ってもいいだろう。刻んだ海苔も独特だ。豆板醤系の辛さがピリリとする。柔らかチャーシューも食べてみる。やっけごど。調味料コーナーからニンニクを拝借。ニンニクを入れたらさらにうまくなること間違いなし。梅ごど。ニンニクをラーメンに入れるとなんでこんなに美味しくなるんだろう。毎回同じことを思う。同じことを思っている人は少なくないはずだ。相変わらず梅雨まで飲んでいる。健康診断大丈夫か。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。すごくいい接客をしてくれることでも有名だ。本当に最後まで心配りのあるお店でした。また行きます。食用アーマガエル。次にご紹介するお店はこちらも大曲市内にある中華そば紺野さんだ。ド派手なのれんが目印だ。こ
この日は特別に営業時間前にお邪魔させていただきました。すごく丁寧で感じのいい店主さんがお一人で切り盛りされていました。ここのお店の名物は鴨を使ったラーメンです。もちろん鴨中華そばを食べました。レアな鴨肉がうまそうだ。なんと神々しいラーメンだ。こんな美しいラーメンを見たことがないぞ。食べるのがもったいないくらいだ。腹が減っているから食べさせてもらうけど、ついつい鴨肉チャーシューの枚数を数えてしまった。しかもレアじゃないか。早く食べないと火が通ってレアじゃなくなってしまうぞ。この細ストレート麺がたまらないな。茹で加減、歯ごたえが最高に心地いい。こんな素敵なラーメンを提供してくれるお店が大曲がりにあったとは知らなかったんだよな。ここも再訪したいと考えている。現在店主さんの連絡待ちだ。中華そば今野の店主さん、連絡待ってます。こちらの鴨丼も本当にうめかったな。何もかもが最高でした。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。裁縫楽しみにしています。食用アーマガエル。次にご紹介するお店は大曲市内にある大来軒さんだ。昔ながらの中華そばが食べられるとのことでお邪魔してきました。この辺りでは天ぷら中華がソウルフードということで、大来軒さんでも名物の天ぷら中華をいただいたんだ。当チャンネルの視聴者さんより、ぜひ大来軒さんに行って天ぷら中華を食べてほしいとのリクエストがありました。さあ着丼だ。大きい草履のような天ぷらが器のほとんどを覆い尽くしている。こんな中華そばは初めてだ。たまんねえな。このドシンプルな中華そばに天ぷらが最高にいいな。もともとあっさりな中華そばに天ぷらが入ることでこってりになるところが最大の魅力ではないだろうか。もちろんこってりと言ってもくどくはない。これはハマってしまうのも理解できる。おすすめしてくれた視聴者さん、本当にありがとうございました。今回もしっかりと牛を飲み干す勢いだ。あっさり系は飲むのもたやすい。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。大来軒の店主さん、撮影させていただきありがとうございました。食用アーマガエル。次にご紹介するお店は大曲市内にあるラーメンゆうきさんだ。喜多方ラーメンを提供してくれるお店だ。春になると開店1周年になる。ここのお店は明るくて元気のある女性店主さんが一人で切り盛りしているお店だ。私も彼女から元気をもらっている一人だ。見てください、この素敵な笑顔。オープンしたばかりに行ったので、現在とは仕様変更などもあるかもしれませんが、喜多方ラーメンをいただきました。忙しい時は一人で大変だと思いますが、忙しければ忙しいほどやりがいを感じるとのこと。頼もしい店主さんですね。さあ喜多方ラーメンが着丼しました。本場福島で食べたことはあるんですが、秋田県大仙市で喜多方ラーメンが食べられるというのは本当に嬉しいことです。そうですそうです、この麺ですね。すごく喉越しがいい麺で、スープもうまい。モテられね。味玉も最高です。ラーメンには必ず味玉が欲しいアマガエルです。飲み干しました。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。また店主さんの笑顔と美味しいラーメンを食べに来ますね。今日は元気をありがとうございました。食用アマガエル。次にご紹介するお店は市内にあるラーメン二木さんだ。昨年末にリニューアルオープンしたばかりのお店だ。
すごく人気のあるお店で、大曲では誰もが知る人気店だ。おすすめの二木流まぜそばにしてみた。二木飯も行っちゃいましょう。リニューアルオープンしたばかりで店内は大混雑。相変わらず女性店員さんの接客はいつも気持ちがいい。ここのお客さんならみんな知っている。新麺さんもいるではないか。進出鬼没の新麺さん、今後とも目が離せません。煮き飯が着丼だ。マヨネーズがたっぷりと乗っている。これはボリューム満点でうまい。続けざまに煮き流混ぜそばの着丼だ。混ぜて混ぜて混ぜて混ぜまくる。混ぜて混ぜて混ぜて混ぜまくる。食べ方はこれで合っているのか。店長さんが登場だ。いつもおもろいことを言って笑わせてくれる。初めて会ったんだけど、多分いつもそんな感じだろう。知らんけど。混ぜそばっていろいろトッピングしたり調味料を入れてみたり、味変を楽しめるところがすごく楽しいな。混ぜそばの魅力、今更ながら発見です。これはつゆがない。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。店主さん、応援してます。食用アマガエル。次にご紹介するお店は市内にある安い早いうまいでおなじみの六十円さんだ。秋田県内至る所にこの手のお店が点在する。横手市にもあるんだけど、大仙市のここのお店は初訪問です。店内はこんな感じで仕切られているね。ここのお店は視聴者さんの飛鳥ママさんのおすすめということで訪れたんです。メニューが多いのは有名だ。どれを頼んだらいいのか迷ってしまう。この日はツーラータンメンを食べると決めてきたんだ。なぜなら飛鳥ママさんのおすすめだからだ。サンラータンメンなのかツーラータンメンなのか、そんな議論はほっといて早速食べていこうではないか。何度も言うが、冬のあんかけラーメンは鉄板だ。関東麺も好きだし、あんかけのラーメンなら何でも来いって感じだ。梅ごど、あんが絡んでめちゃめちゃうめそうだ。酸っぱさ加減が絶妙でたまんねえ。酸っぱすぎてもダメなんだよな。この日は初雪が降ったんだ。今年の冬も終盤ですね。ちなみに関東麺で一番好きなところは湯沢市の乳泉寿園さんだ。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。